ンポン。ウフフ、やらしいこと。なんだこいつ。スルー。おやみなさい。おいくらですか。おやみなさい。ウフフ、ここ怪しいお店だって知ってて来たの。どういった意味での怪しいでしょうか。やめろ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 。なんなんだよてめえ。いやほら、例えば両思いの二人が会話してるとするじゃないですか。はあ、でもほら、やっぱり緊張してお互いうまく話せない時があるじゃないですか。はあ、まあその二人の背中を押すためにはどうしたら。そうだ、やらしい雰囲気にしてあげよう。やめろお前。というわけでやらしい雰囲気を出すためにはどうすればいいか練習してました。熟考の結果が冒頭のあれ。うん、GJ グッジョブ。めんどくせえな。だいたいそんなもん使うシチュエーションほぼないやろ。ありますよ。例えばお相手の髪にみたらし団子がついてた時。そんな場面に遭遇することはねえよ。じゃあ電信柱にイノシシが止まってる時。両思いの二人どこ行った。じゃあ私がやらしい気分になります。それお前の気の持ちようだろうが。というわけで。どういうわけで。両思いの二人をあかりちゃんとあおいちゃんでおなしゃす。は BANZAI万歳。とてつもないめんどくささ。あおいちゃん。あかり先輩。出てる出てる、やばい、オーラが可視化されてる。おい、これ背中押すとかそういう問題じゃねえぞ。ふむ。では、あおいちゃんとあかねチェンジで。任せろや。あかねちゃん。うっす、あかり。こっちれてえな。俺ちょっとやらしい雰囲気にしてきます。早い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 。え、早いよ。まだ挨拶交わしたところだろうが、全然じれてねえから座ってろ。あかねちゃん。おい、そうだ、あかねちゃんって映画とか見る？見る見る。なんなら今度一緒に行こうや。で、おい、いやいや、あかねちゃん、もっとデートに恥ずかしくて誘えない感じ出さないと、背中押すタイミングとかなくな。さっきから、うるせえ。使用してる音とタイミングと空気感だボケ。ふむ。じゃあ私が横でセクシーダンスするとかよくないですか。逆に聞くけど、なんでいいと思ったの。セクシー。やめろやめろ、しょいからやめろ。茜もやります。やるー。これで100年の恋も冷え冷えやな。ちなみにクソじれてーな。俺ちょっとやらしい雰囲気にしてきます。の元ネタは週刊少年ジャンプで連載されていた漫画保健室の死神だったりします。へえ。